妻妙子は誰によってなぜ殺されたのか。ただ一人の愛娘明子に出生の秘密を持つ結城正人は苦悩する。犯人として逮捕されたのは明子の実の母桜井由紀子の弟純だった。そして由紀子の自殺未遂、原因は生死不明だった明子の実の父江上勝、弟純と一緒に写っているグラビアを何者かによって送られたからだった。江上は15年前起こった殺人事件の容疑者なのだ。純と江上の関係は。結城正人は明子の出生の秘密を守るため自ら江上を探し求める。そんな正人をそっと助けるのは臨床心理士園田恭子だった。忙しいのにすまんな。またしたか。いやいや、一杯目だ。水割りだろ。ああ冷えるな。お前も年だな。うん。じゃあ明子君元気か。うん、まあまあだ。お前の方はどうだ。うん、まあまあだ。鈴木は今度はずっと犯行を否認してるんだが、何しろ強力な決め手があるからな。もっとも俺は凶器がヘルメットであるのにどうも引っかかってるんだ。最初から殺意があったかどうかは別にしても、ヘルメットを持ったままモーゼルへ行くというのが今一つピンとこないんだな。鈴木、この分じゃどうしてもお前を起訴しないわけにはいかんな。お前は姉の桜井由紀子をかばったんだ。姉さんじゃねえよ。姉さんが俺に罠かけるはずはねえよ。罠？ということはつまり彼は誰かの罠にかかったって考えられるのか。ああ、いや、俺は推理で物を言う立場にはいないんでな。柳田。うん？真犯人が別にいるとしたら。江上のことを考えてるのか。うん。15年も逃げ回って時効の成立を目前に控えた殺人犯がだよ。また人の目を引くようなことをするだろうか。しかし鈴木純は妙子を殺した犯人に二度も陥れられようとしているということは、この事件がだよ、亜希子の出生の秘密に関わりを持つ以外の何者でもないことをはっきりと示しているじゃないか。殺された妙子さん、そして亜希子君都築、その姉で亜希子君の生みの親桜井由紀子、
これらの点を結ぶ直線上に江上勝という人間が浮かび上がることは当然ある。しかもその金が鈴木純と同じ現場で働いていたということは紛れもない事実なんだ。いや、しかし江上自身が今度の事件で何らかの動きをしているという確証はまだ何もないんだ。その上、君たちさえ秘密を守っているなら、明子君が自分の子供だと知る術は彼にはないんじゃないかな。いや、だから僕は彼を探し出して彼自身から確かめたいんだよ。確かめてどうする。江上が明子のことを知ってたら、そしてそれを誰かに喋ったら、俺は何としてもそいつの口から明子の秘密が漏れるのだけは防ぎたい。そのためだったら、たとえそいつの前に土下座しても、逮捕されたらどうする。江上はまだ指名手配中の殺人犯だよ。柳田、お前それじゃあ。ああ、話したよ、捜査当局に江上がまだ生きてるってことをな。俺だって本当のこと言いや、江上のことは伏せておきたかった。しかし由紀、俺は検事だ、法律の番人なんだよ。今俺にできることは、外部にこのことが漏れないように手を打つぐらいのものだ。分かってくれ。これが俺にできる精一杯のことだ。すまん、言わせよ。いっそ亜希子君に話しちまったらどうなんだ。バカな、それができるくらいなら何も。ユキ、いつかは分かる日が来るんだよ。大変なことになるのは目に見えてる。だがどうせ分かることなら、今のうちにお前自身の口から話してやった方が。ダメだユキ。ダメだよ。それは確かに、いつかは何もかも明るみに出る日が来るかもしれん。しかし今はダメだ。亜希子は、あの子はまだ高校1年だぞ。俺や妙子が実の親でないばかりか、本当の父親が。ショックの大きさは心理学者の俺にも計算ができない。そしてそれがしばしば病気や自殺の引き金になることは職業柄分かりきってる。今はまだ俺には話すことできんよ。いや、俺は警察より必ず先に江上を見つけ出してみせる。絶対に探し出してみせる。何かにうなされたみたいでしたよ。そう、夜ほとんど眠れないの。無理もございませんわ、神保ちゃまがまたあんなことに。みんなどんどん私から遠くなっていくわ。純もあの子も。まず最初に述べた
人格環境について重要なことは、後天的な環境、つまり家庭的な環境の良し悪しが問題となってくる。幼児期においていろいろな意味で恵まれない家庭にあると、その後上層面での発達も遅れ、道徳的な価値判断の歪みを示し、円満な精神生活が得られないまま、範囲的な性格が形成される可能性が大きくなってくる。諸君の場合どうかな？最も範囲的に重要な因子はブロークンホーム、つまり欠損家庭にある。これは実の父母の一方、あるいは両方が欠けている家庭を言うのであるが、細やかな愛情の触れ合い、育成というものは期待できない場合には、物心がつかない幼児においてさえ強い影響を受けるものであります。あ、園田君。いかがでした？久しぶりのゆきくんの講義は。覗きに行ったんじゃないんですか？ちょっと。いや、実は教授会に働きかけて彼の講座を復活させた手前、私も気になってね。先生がゆき先生の講座を復活させたんですか？いや、あれだけの人材をいつまでも遊ばしとくのはもったいないと思ってね。それで私もちょっと様子を見に行こうと思ったんだが、私が顔を出したんじゃ彼も講義がしづらかろうと思ってね。いろいろご配慮いただきましてありがとうございます。いや、君が気にすることはないんだよ。それじゃまるで彼の奥さんの口ぶりだ。いや、これは悪いこと言ったかな。まあ気にしないでくださいよ。おい、結城正人とだいぶ親しいようだな。結城正人に近づくな。いいか、妙子夫人と同じ目にあっても知らねえぞ。先生、ひょっとしたら犯人を誘い出せるかもしれないわ。大丈夫？ごめんね。いいえ、私こそ。これ入れるといいかな。どうもありがとうございます。あ、今張り切っちゃって、はい、何ぶずっと言ってんだよ。ほら、そっと入れろよ、そっと。お前荒っぽいな。倒しちゃったんだもん。あのね、これあのお宅まで僕は持っていこうか。いや、いいですよ。お前なんだそりゃ。いや、でもさ、こんな重たいものを女の子に持たせるなんてさ。大丈夫です、私一人で。まあ、いいからいいからね、僕が持ってってあげる。さあ、お宅こっちだっけね。じゃあ、すいません。じゃあ、どうも。ああ、どうもすいませんでした。あ、いいからいいから、台所どっかな。ずうずうしい。何やってんの？ねえ、クリームパフェまだなの？ああ、ただいま。さすが大学教授、なかなかいい家に住んでんね。なるほど、ここがダイニングルームで隣がリビングルームか。ところでさ、君の部屋どこ？2階。うん、2階のどこ？ああ、電話。もしもし、ゆうきです。ああ、ええ、ちょっと待ってください、村井さん。あ、俺に？もしもし。なんだよ。なんだよじゃないだろ。
そんなとこでお前何やってんだよ。そっちこそ何よ。クレームパフェまだなの。あ、帰っちゃうから。あ、すいません。すいません。なんで俺に謝んだよ。それとも何か俺に後ろめたいことでもあんのか。お前なんかに謝ってんじゃないんだよバカ。こっちはね、クリームパフェは帰っちゃうしね。何やってんだんだいつまでも。パフェが帰っちゃう。何とぼけたこと言ってんだよ。あ、分かったよ。俺もすぐ帰るよ。うん、じゃあな。あいつやりたいな。何？あ、つまりさ、あいつ惚れてるよ。わかんない？村井のやつ君を愛してるってことさ。いやだ、冗談がうまいわね。じゃあまたね。はい、もしもし。もしもし。あんた園田京子だな。その声はいつか家へかけてきた人ね。覚えててくれてありがとう。結城正人はどうした。お帰りになったわ。帰った。あんた一緒じゃないのかね。俺の忠告を聞かずにその後もイチャイチャしてるようだが、結果は分かってるんだろうな。あなた一体誰なの。結城に伝えろ。江上を探すのをやめろとな。江上、その人が一体先生とどういう関係なの。ですか。警察は改めて江上勝の捜査を開始しました。しかし私は何としてでもその前に彼を探し出したい。警察を相手に素人の私がたった一人ですが。二人ですわ。二人でしょ。そうです。あなたと二人で何としてでも江上を見つけ出しましょう。あなたには悪いと思ってます。たとえ殺人犯でもかつてはあなたが愛した相手。やめてください。確かに私一度は江上を愛して、そして明子を見ました。でもそれは15年も前の遠い過去のことです。不用意なこと言ってしまいました。許してください。いいんです。これで本当にもう秋子とも会えなくなりましたのね。ユキコさん、分かってます。会いませんわ。たとえ会ったとしてもあの子にとって私は泥棒猫。泥棒猫みたいなものはやめてください。明子がそんなこと言ったんですか。明子を叱らないでください。お願いです。あの子が悪いんじゃありません。私が本当に泥棒猫みたいにあの子の周りをうろついてたのはいけないんです。お願いです。あの子を叱らないで。叱りませんよ。明子をそうさせたのはこの私なんですから。私は秘密を守るためにあなたと明子を合わせまいとしてきました。そのこと自体は今でも間違ってると思いません。しかし私はどこかで、そう心の片隅では、あなたに明子を取られはしまいかと恐れていたのかもしれない。まさと、明子のことは僕から謝ります。許してください。許すだなんて、そんな。いいんですよ、何を言われても。だって私はあの子を捨てた女です。君
子さん。そうでしょ。そうですよね。どうしたの？ん？いや。なんだか食欲がないみたい。いや、そんなことないよ。じっくり味わいながら食べてんだよ。そう？今日のはね、割と自信作なんだ。なかなかいけるよ。さっきも近頃はぐっと腕前を上げたね。あら、じゃあ初めの頃はダメだったってこと？そう。本当のこと言うとね、お父さん毎晩胃の薬飲んでたんだ。わあ、ひどい。どうしたんだい？今日学校で3回も平均台から落っこっちゃった。落ちたって？で、どこ打ったんだい？肩でしょ、腰でしょ、最後なんかね、頭から真っ逆さまよ。あきこなんて嘘。こいつは。やっぱりお手伝いさん頼もうか。お手伝いさん？うん。秋子も学校の勉強やクラブ活動で大変だろうし、やっぱりお手伝いさんがいた方が何かと便利じゃないかと思うんだけどな。どうなんだい？私、知らない人と一緒に暮らしたくない。うん、まあそれは気を使うこともあるだろうけど。大丈夫よ、私一人でやっていけるから。それともやっぱりまだ私のお料理じゃダメ？いやいや、そんなことはないよ。そうか、それじゃあもう少し頑張ってもらうか。任せといてよ。お父さん、ん？ちゃんと隅まで洗わなきゃダメよ。はいはい、分かってます。はい、ゆうきです。あきこさん？あきこさんでしょ？おい、どうしたんだい？もしもし、あきこさん。もしもし、電話変わりました。あ、まさとさん。来たんです。会ったんです、あの人から連絡が。なんですって？向こう行ってなさい。向こう行ってなさい。もしもし、それ確かに彼なんですか？声の感じは少し変わっていましたけれど、でもあの人でなきゃ知らないようなこと。それで一体何と？何ですって？わかりました、もちろん行きます。で、12時ちょうどですね。で、場所は？江上、来るんでしょうか？本当に来るんでしょうか？行くんですか？私の姿を見たら彼は現れないかもしれませんからね。行かないでください。ユキコさん、怖いんです。一人にさせないでください。落ち着いてください、落ち着いて。僕はすぐ飛び出せるところにいますから。大丈夫ですよ。Thank you.
江上です。待て待ってくれ。正人さん、やっぱりお父さんを呼び出したんですね。いいえ、あのそれはいいんです。別に私おば様に謝ろうと思って、この間あんなひどいこと言っちゃって、あれからずっと気になってたんです。ごめんなさい。明子さん、あなたそのためにわざわざ本当にごめんなさい。あきこちゃん、あなたここにいちゃダメね。走るなよ。おばさま、こっちよ。さ、早く。おばさま、どうしたんですか？お家帰ったらね、しっかり鍵をかけているのよ。おばさま、運転して、それじゃこれでお願いします。彼がこっちへ。いけ。秋子が。秋子が。秋子がどうかしたんですか。大丈夫です。大丈夫って。秋子がここへ来たんですか。あの子、私にごめんなさい。君はどうした？うん、まあなんとか言いくるめといた。なんとかとは？つまり由紀子さんがしたことはみんな亜希子のためを思ってやったことだって。それじゃあかえってお前と桜井由紀子との間柄に疑問を感じさせたんじゃないのかな。うん、まあそうかもしれん。しかし亜希子に江上の存在を隠すためにはそうするより他に仕方がなかった。ユキ、まさか江上と会ったんじゃないんだろうな。今夜の俺は純粋にお前の親友としてここへ来てんだよ。分かった、お前には隠しきれんよ。じゃあやっぱり桜井ユキ子に呼び出しがあったんだ。で、あったか。逃げられたよ。本当だよ。顔を見たのも遠くで、それもほんの一瞬だったんだ。
江上に間違いなかったか。俺は写真でしか顔を見たことがないが、多分な。しかし、江上はなぜそんな危険を冒してまで桜井由紀子に会おうとしたんだ。子供のことで聞きたいことがあると言ったそうだ。何？由紀、江上が秋子君のことを知ってる可能性が強くなったな。だからこそ一日も早く江上に会って話しておきたいんだ。手がかりは？何か知ってるのか？柳田、今夜は純粋に俺の友人なんだろう。鍛冶屋町で新しいビルが建てられてるの知ってるか？そこに江上がいるのか？情報だよ。それも不確かな、ただの情報さ。分かった、鍛冶屋町だな。こいつならもういねえや。 いない、うん、昨日辞めちまったや。どこへ行ったか分かりませんか？分かんねえな。そっか、何だったらほれ、朝日町の方探してみな。朝日町？うん、おっさんね、何でもあの辺のドヤ街に住んでるって言ったからよ。これ、追加ですけど、どうぞ。よもか。悪いな。この男を見かけたことありませんか？お宅も警察の人？あ、どうしてですか？だってさ、さっきも同じこと聞きに来た私服があったからさ。ねえ、うん、その刑事に何か話したんですか？話したさ。そういう人は知りませんってね。間違いないか？じゃあなぜそれが現場付近に転がっていたんだ？知らねえよ。じゃあお前はなぜ10月4日にあのモーテル付近をうろついていた？どんな行動にも目的はある。説明したまえ。どんな行動にも目的があるか。そういうふうに自信持って生きていけるやつが羨ましいよ。お前の自白もただなんとなくってわけか？わからねえな。その時次第で。自白した理由も現場付近をうろついてた理由もみんな黙秘して、それで助かろうなんてのは虫が良すぎるんじゃないのか？そんなことより検事さんよ、俺をはめようとした奴のネタ探しは少しは進んでんのか？その男に何か心当たりはあるかね？わからねえな。ああ、柳田だ。科学検査場？何？凶器と傷が合わない。はあ、被害者が頭部に受けた傷は同じ鈍器だとしてももう少し角張ったものだと推定されます。つまりこういう丸いもので受けた傷とは違うと思われるのです。いや、しかしそいつには被害者の血液と毛髪がついてたはずです。実はそれなんですが、どうも細工したと思われる気配が。細工？つまりこ
このヘルメットで殴ったと見せかけるための細工ということです。おお、君、それじゃあ続きをまた釈放するっていうのか。はあ、そうか。いや、起訴は無理かな。無理でしょう。決め手になるはずだったヘルメットに明らかに細工された跡が発見された以上、たとえ公判に持ち込んでもまず勝ち目はありません。都築が嫌疑をそらすために自分で細工したとは考えられんかね。つまりこうなることを予測してたね。お言葉ですが、都築の様子からは考えられません。もしそうだとしたら、彼は天才的な俳優でしょうね。まあそれはそうだが、しかしこの事件は意外と手こずらせるな。ああ、手で純。はい。純ちゃん、純、帰ってきたのね。今度こそ本当に疑いが晴れたのね。なんだかよくわかんねえや。ひと言みたいに。あ、さあ、うちらして。いいんだよ、俺ちょっとお姉さんの顔見たくてよ。とにかくいらして。兄さんどうせ今夜帰り遅いんだから。姉さん、本当に言うと俺な、姉さんを疑ってたんだ。どうして？やっぱりそうだったのね。ごめんな、分かってたのか。分かるわよ、純のことですもん。あんた姉さんのことかばって自白したの。バカみたい、純。俺本当バカだな。姉さんに負けないぐらいバカだよ。なんてこと言うの。姉さん、人が見てるぞ。それであなたはこれからどうするの。どうするって、まあ今まで通りだな。またそんな人ごとみたいに言って。それよりよ、姉さんにちょっと聞きたいんだけどな。何？結城と姉さんと一体どうなってんだ。どうって？いやだからよ、姉さんの友達の亭主に過ぎないだけか。もちろんよ。どうしてそんなこと聞くの？いや、まあそれならそれでいいんだ。じゃあな。どこ行くの？また来るよ。待って、いくらも入ってないけど。いいよ、持ってきなさい。そうか、じゃあ待っとか。姉さん、寒くなったからな、風邪ひくな。Thank you.
知ってほしい。涙なぞ役に立たないことをあなたは別れゆく二人にはすべてが今はもう遅すぎる甘い言葉も去りゆく今こそ知ってほしい。心だけはいつまでもあなたの。ここ見て歩いてんだ、マヌケ。行けよ、俺ら引っ殺すぞ、この野郎。この野郎。逃げつってんのは分かんないのか、俺。ぶっ飛ばされてんのか、この野郎。あ、何すんの、これ。人の水引っ掛けといて黙っていくのか。ほら、そう、この野郎は。野郎。なんとか言ってみろ。すいません。すいません。そうだっか。これで勘弁してください。水かけられたのは俺じゃねえんだよ。じゃあ渡してきますから、これお前にくれてやるよ。口開けてみろ。すいません。先生は誰を探してらっしゃるんですか。探すって？江上という人ですか。君、どうしてそれを。そうか、相手はそこまで。頼みがある。その電話の件は絶対に誰にも漏らさないでいてほしい。もちろんです。ですから私にもお手伝いさせてください。それは断れよ。先生、すまん。何も言うな、何も聞くなと勝手なことばかり言うようだが、今は何も話すわけにいかないんだよ。いずれは君の力を借りる時が来るかもしれない。しかし今は私の好きなようにさせてほしいんだ。頼む先生。頼む。わかりました。ありがとう。
今